毎週、週末になると、お天気が崩れるような感じです。外でのレジャーはできませんが、インドアでも楽しめることがありますね。今回は、のんちゃんが雨の日のおすすめの過ごし方をお話ししています。それではご覧ください。さ今日は土曜日ですけれども、週末、再び、あいにくのお天気となっております。 何の目ですかね <laughs> なんか振り返って数えたいくらい、こう、毎週末、毎週末、週末なんですが、お天気はあいにくのって言っている気がするんですよね。ゴールデンウィークに入る4月の後半の28、29くらいだったかなあの、土日もお天気が良くなっ,って、 で、その、ゴールデンウィークが終わりの、まあ、ちょうど一週間前ですよね。の、土曜日、日曜日、週末もこんにちは、で、また、今週末。だからもう、3回は確実にね、連続して、お天気が崩れてるんですよ。週末。でもね、きっとね、それ以上あると思う。私は <laughs>。それ以上あると思う。記憶、なんか言ってる感じと、あと皆さんもね、 あの、やっぱり週末のお天気は気にされてると思うんですけども、週間のお天気を解説していただくときに、必ずここに出るんですよ、コメントで。また週末雨かっていうのがね、それをもう何度も見ているのでね、ちょっとなかなか続いてるんではないかなと思っております。本当にね、お休みの時に限って雨ばっかりでね、困ってしまいますよね。どう、雨の日のおすすめの 過ごし方 <laughs>。何かあるかなでもなんかあの最近映画を映画館に見に行かれてる方がぐっと増えたなっていう風に感じます。一時ほら、こうね、 あんまり、お家で、まあ見れるし、お家で見ようか、みたいな、こう、雰囲気があった中でね、映画館に、こう、足を運んでいる方が結構増えているな、というふうに、映画館周り、賑わっていて、思いますね。まあでもね、お家で映画鑑賞でもいいですし、そしたらお家から出なくていいですし、あ、今日は映画館行きますっていう方もね、やっぱりいますよね。映画館もね、楽しいですよね。 私もポップコーンと、あの、ドリンク、マストで買っちゃいます。うん。え、一人でしか逆に行かないかも、結構。<laughs> え、一人で行けないですか嘘なんでなんで <laughs> 寂しい <laughs> 結構、まあもちろんお友達と行くこともありますし、うん。あの、全然あるんですけども、全然一人でも行っちゃいます。うん。 あ、一人で見るならお家で見たいのかあ、なるほど、そっか。ええー、人 <laughs>、人、なんか逆にこうね、あのー、もう、集中したいから、っていうこともありますよね。あ、こう、一緒に見る雰囲気を楽しむのえ、でもさ、違う、映画館に行っちゃったら友達と、やっぱりもう皆さんで見てるから、喋れないじゃないですか。あそこのシーン、これがここでこうでこうだ、みたいな、なんか、話したいときに、 あっても、あの、話せないけど、お家で逆に見てたら一緒にね、あの、好き勝手話せるじゃないですか。そうそう。だから、な、逆にこう喋れもしない、ただただ隣でこうやってじーっと、<laughs> 若干気まずい時ないですか <laughs> で、あの、私よく泣いちゃうから、なんかそう、隣でズビズビ言い始めちゃったら、そう、申し訳なかったりするし、はい。あの、終わった後にね、こう話したりする。 こともありますよね。最高だったね、みたいな。確かにそういう、あのー、こうね。<laughs> 触れなくていいんですよ。<laughs> ねあの、本当ままあ、あの、見るものによるかな。友達と見たかったりするものは友達と見るけれども、最近はあんまり友達と見る。 のは、どうだろう。でも、どっち、うんね、ねまあ、その映画のテイストによるな、一人でじっくり見たいものもあるし、みんなでワイワイ見たいものもあるかな。 ワイルドスピードすっごい楽しみにしてて、昨日金曜ロードショーで、あの、最新作が、あの、地上波初公開で、昨日見ちゃったんですよ。一週間前くらいに見たんですけど、もう一回昨日金曜ロードショーでやってて見て、名作ばっかりだなって、ワイスピア一個見ると、また遡って全部見たくなるんですけど、そんなワイルドスピードの最新作が5月19日公開で、あともう一週間切ってるんで、それはもう、あの、すぐ見に行きたいと思います。だから、あと私公開して、 だから、すぐ見たい派なんですよ。だから、あのー、こう、予定合わせてる場合ちゃう。<laughs> 予定会えばね、いや、あの、すぐ友達と行けたらいいんですけど、そうそうそう、そう会わなかったら、もう全然一人で行っちゃう。<laughs> でも、YSP はそれこそ友達と見た回もあるし、一人で見に行った回もあるって感じですね。予定会えばって感じかなね <laughs> いやーでも何回見てもいいですからね。一回一人で見に行って、もう一回友達と見に行くとか。で、三回目はパパと見に行くとか。そういうのでも全然ね、かですけども。いやー楽しいですよね、映画。そんな映画、値上がりするらしいですよ。<laughs> いやだねー、本当にもう。<laughs> ね、最初、東宝だったかな。で、出て、うわーって思ってたら、昨日かな。違う、東映かなんかでも、値上げって嘘書いてあって、うわーって。だから早めにね、そうそうそう。 値 <laughs> 上がりする前にね、行きたいなと思いますけどねはい。さあ、ということで映画のお話し,していきましたけども、ここからはお天気見ていきたいと思います。昨夜からの雨が降り続いていて、現在はザーザー降りです。今日は半日バイトへ行ってきますといただきました。映画見てる場合しちゃよかった <laughs>。そっか、雨が降ってる日のね、バイトをこう行くのちょっとね、 めんどくさいなって。小声でね。めんどくさいなってなるタイミングもありますよね。どんなアルバイトかにもよりますけどもね。ねえ、ちょっとね、バイクで行きたいとかね、自転車でアルバイト先までっていう時は結構大変ですよね。そっかー。気をつけて、足元に十分気をつけてね、アルバイト頑張ってください。営業を送ります。